最後、ルッツだルッツ、ルッツ系ルッツ、ああ、メドウすぐそばの東京スポーツセンターに AED があるはずです。取ってきてください。AED です。急いでください。急いで。呼吸停止。心拍停止。戻ってこい。おじいちゃん。頑張って。とにかく、ルッツかルッツかで何か心当たりないか。ああ、シートさんのご出身はどちらか。生まれは青森だと聞いてます。おお、ただ生まれてすぐ東京へ引っ越したそうです。おお、それより先ほどルッツかルッツを手掛かりにするのかなとか何だ、見てたんだ申し訳ございません。ついつい耳に入ってしまったので、俺のじいちゃんが最後これに残したことなんて。あ、でもルッツなんだかブッツなんだかわかんないけどさ。先日私の祖父が他界しまして、死ぬ間際の最後の言葉がブッツケっていう言葉だったので、それでブッツという名前のこちらの会社に来ればなんかこうわかるような気がしてきたんですけど。住んでる世界は違うんですよ、あなた方と我々とでは。そんなさあ、はい、佐久間さんをご案内して。はい、という意味なんでしょうかね。ああ、自分もそう思いました。だとしたら、うちのお店を買えということになりますか。失礼ですけど、おじい様はどちらかの会社を経営なさっている方ですか。はい、今日は特別価格でご提供いたしましょう。ちょっと待ってくださいね。これが我が社。まあ、同じの地元だよ。まあ、経営って言ったら、飯経営ってことだよ。飯経営だから、経営って言ったら、食事ってことだ。そうですか。ルッツ食え、ブッツ食え、ブッツ食え。どれも食べなさいという意味も考えられますよね。まあ、聞かねえけどもよ。おう、ルッツってのは、おらの義理の兄がよく言ってない気がするぞ。その義理の兄さんというのはどこにいるんですか。おう、うまんきばい。青森で北海道だし。え、北海道。おお、おらおめえ、青森の生まれでして、北海道の生まれだね。そうなんですか。いや、まあ、はい、北海道のおめえ、浜益ってとこで生まれたもんだとか。はい、アイヌだろうか、アイヌの言葉だけ。アイヌの言葉の元になってるのこれもな、大したもんだろこれ、大したもんだろこれ、だからおそらくな、ルッツもその一つでねえか、